吉田さん、聖書新世界役といえばエホバの商人ですよね私たちのこのリレーが始まったのもエホバの商人さんがきっかけつまりは神が引き合わせたと言ってもいいと思いますエホバ神感謝いたしますでねこの聖書の難しさなんですけどもそれは意味を理解しようとするからなんですよで私は思うのは意味を自分なりに捉えればそれで十分かと思うんですよねで聖書の全体を見なくても一文を見るその一文から自分をより楽しく より前向きにさせるものが見つかればそれでもう十分なんですけどもでもそういうことをお話しするとねいやこの聖書の意味はね実はここの解釈を持ってきてこういうふうになるんですよみたいな、まあ、余計なね解釈をね知ったげに言う人がいるから困るんだと思うんですよだってねそれぞれ受け取り方って違っていいと思うんですよで夜は暗いなでも星が見えるなどっちを見るんですか闇ですか光ですかってことなんですよで昼間もね 明るいなぁとか思いますけども雨が降ったら嫌だなぁじゃなくていや恵みの雨だっていう捉え方もあるわけなんですよね。まあ、だから何かを固定化するんではなくて柔軟に構えていくことと、まあ、個人的な感想とね現実的な解釈とっていうのには開きがあって当然と。 理解力に下がっってて当然と思って自分と違う解釈があってもいいよねぐらいのもんでそれでいいんじゃないかなとそもそも聖書の世界ってみんなが同じ解釈にしようとするところがものすごくね中央集権的であってかつ社会主義的なんですよだって自由主義っていうのをもし本当にたっとぶとするとみんながそれぞれ別の解釈を持ってそれでも共存できる世の中が一番いいわけでしょでも同じ考えで一致したらそれは共存しますよって話ですよね だからこそなんですよエホバナ商人の中では体罰をね積極的に進めるあの我が子に「鞭を打て」みたいな言葉があって本当に鞭ちで打ってますからねあのベルトを取り出してバンバンバンって打つわけです体罰とかがあってあとは排斥っていう行為もあってね組織の意向に従わない人は積極的に排斥して口も聞かない目も合わせないっていうようなねことをしてね本当にねこの身内を攻撃するわけなんですよ。 だったら、最初からエホバの証人じゃなければ、そういった排斥っていうね、もう非人道的なことにも合わないわけなんで、会員増やさない方がいいんじゃないかなと思ったりするんですよ。まあ、あとはね、すごくこれも解釈ねじ曲げて言うかもしれませんけども、エホバの証人さんが言うには、あの、この世の終わりっていうのが来るらしいんですよね、アポカリプスっていうのが。で、それはいつ来るのかって言ったら、すべての人が聖書の教えを知った時に来るらしいんですよ。ってことは、ずーっと人に知らせなければずっと来ないってことなんで、知らせない方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね <laughs>。 まあそんな感じでエホバナ商人のストーリーがこれからも積み合わされますエホバナ商人さんはね解釈がの後に変わった場合矛盾じゃないかって言われるんじゃなくて何ですか新しい解釈が増し加わったとかねさらによく見えるようになったと当時考えられてたことは違う意味を持つことのと分かったとかね、うん、なんかねいろんな言い方があるんですけども間違いを絶対認めないというねそういう姿勢も岸田総理に似てるかなと思いますねいってらっしゃい